アメリカメジャーリーグ、エンゼルスの大谷翔平選手は、本拠地で行われたレンジャーズ戦に、2番投手として先発出場しました。打者としては、4打席無安打だったものの、投手としては、今季最多の117球を投げて、7回2失点の好投を見せ、大谷選手自身8連勝となる、9勝目を挙げました。今季20回目の先発で、投手と打者の同時出場、いわゆるリアル二刀流としては、17回目の出場となりました。初回、簡単に2アウトを取った大谷選手でしたが、相手の3番打者であるガルシア選手に3塁への内野安打を許すと、続く4番のロイ選手には大谷選手を直撃する強烈な打球を打たれました。大谷選手は自分に当たったボールを素早く1塁に送り、塁審は当初アウトと判定しました。しかしレンジャーズのチャレンジにより判定はセーフに覆ってしまいました。右腕でボールをブロックした大谷選手は右手の指先を気にしている様子でした。2アウト1、2塁で5番打者のピータース選手と対戦し、カウント 2-2 から97マイル約156キロの直球で1塁ゴロに抑えました。大谷選手は自らの手にボールを直撃されるというアクシデントの影響を感じさせない投球でピンチを切り抜けたのです。チームが2対0とリードした後の2回にワンアウトから7番ソラック選手に内野安打を許し、次の打者であるマーティン選手には初球の 95.5 マイル約154キロのストレートをライトスタンドにツーランホームランを打たれてしまいました。4回には内野安打と2塁打を許し、ワンアウト2、3塁のピンチを迎えます。ここで前の打席で同点となるツーランホームランを打たれているマーティン選手と対戦し、 100.4 マイル約162キロの高めのストレートで三振に打ち取りました。続くタベラス選手も 99.5 マイル約160キロのストレートで一塁ゴロに打ち取り、160キロ超のストレート連発でピンチを抑えました。エンゼルスが1点リードで迎えた7回には2アウト1、2塁のピンチを作られましたが、最後は2番のカイナー・ファレファ選手を1塁ゴロに抑えて、この回を無失点で切り抜けました。大谷選手はこの試合今シーズン最多の117球を投げ、7安打2失点8奪三振2四球という素晴らしい投球でこの回でマウンドを振りました。大谷選手は防御率を 2.97 とし、再び2点台としました。この試合について大谷選手は、今日の投球はそれほど悪くはなかったのですが、2つの四球を与えてしまいましたし、球数が多すぎたと思います。もっとイニング数を投げるためにはまだその点を改善する必要があると思っています。正直なところ7回の2アウト1、2塁のピンチの時点で交代させられるかもと思いましたが、あの場面を任せてくれた監督に感謝し、その期待に応えようとピッチングしました。キャリア最多の117球を投げたことについては自信になると思いますし、いい結果につながってよかったと思いますと語りました。打者としては2回の第1打席は強烈なセカンドゴロ、4回の第2打席はノーアウト1塁の場面で5球目のナックルカーブを捉え痛烈な打球を打ちましたが、大谷シフトのため2塁の横に移動していた3塁手の正面に行ってしまい、563のダブルプレーとなりました。5回の第3打席はライトフライ、7回の第4打席は空振り三振に倒れ、この日は4打数無安打1三振で打率は2割5分8厘に下がってしまいました。エンゼルスは2対2の同点で迎えた6回、2アウトから5番のアデル選手と6番のマーシュ選手の連打で2、3塁とし、続く7番のスタッシ選手のタイムリー内野安打で勝ち越しに成功しました。大谷選手の後は8回をシーシェク選手が、そして9回を抑えのイグレシアス選手がきっちり0点に抑えてエンゼルスを勝利に導きました。5月28日のアスレチックス戦で今季初の敗戦を喫した大谷選手でしたが、その後6月4日のマリナーズ戦からは
13回マウンドに上がって無敗を続けています。その間に大谷選手は8連勝を達成し、投手としては初めてのシーズン2桁勝利に王手をかけました。大谷選手はここまで42本のホームランを打っていて、1918年のベーブ・ルース以来103年ぶりの同一シーズンの2桁勝利と2桁本塁打の偉業に残り1勝としました。試合後エンゼルスのマドン監督は、今日の大谷はとても力強いピッチングをしていた。今日は本当に安心して見ていられたし、長いイニングを任せることができた。ホームランは打たれてしまったけど、今日の大谷は素晴らしい制球力をしていたよ。と上機嫌に大谷選手に称賛を送っていました。そしてこの試合、球場が悲鳴に包まれた場面がありました。初回の西一塁の場面で、相手のロー選手が打った打球速度 102.3 マイル、約165キロの打球が、大谷選手の右手付近に直撃したのです。大谷選手は、右手を気にする素振りを見せましたが、そのまま投球を続け、その回を無失点で切り抜けました。アメリカのスポーツ専門局、FOX スポーツのアナリストである、ベン・バーランダー氏は、自身のツイッターで、どうか、大谷翔平にボールを当てないでくれ、とツイートしました。大谷選手は、先日の試合の打席中に、右手首にボールを当て、直後の登板を回避するということがありました。そのため、試合を見ていたファンからは、ボールが当たった瞬間、本当にヒヤッとしたよ。大谷は大丈夫かな？なんともなければいいんだけどな、と大谷選手を心配する声が聞かれました。4月4日以来の100マイル約160キロの連投という熱のこもった大谷選手の投球に、現地のメディアも驚きを隠せない様子です。アメリカの放送局、FOX スポーツの番組では、大谷の才能と信じられないようなパフォーマンスのすべてが、我々を驚かせている。打者と投手の両方をこなす、大谷のスタミナと身体能力は、素晴らしいとしか言いようがない。大谷は、この1ヶ月間、バッターボックスで随分と苦労している。そのため、大谷はかなり疲れているはずなんだ。そんな中でも、投球の方は、素晴らしいレベルに向上している。全くもって馬鹿げている。大谷翔平を、当たり前の選手だと思っては、絶対にいけない、と報道されました。大谷選手の9勝目の活躍に対する、海外の反応です。大谷は、本当にいいピッチングをしてくれたね。9勝目、本当におめでとう。最初に打球が直撃した時は心配だったけど、問題ないようで安心したよ。その後は、ギアを上げて、100マイルのボールを連続して投げていたね。ヤンキース戦で打たれた以降は、コントロール重視の投球に切り替えてから、大谷のピッチングが、本当に安定するようになった。長いイニングを投げられるようになってきているし、投手としての進歩には、目覚ましいものがあるよ。厳しい試合でしたが、無事大谷選手が9勝目を挙げることができて、本当に良かったですよね。これで、2桁勝利まであと1勝としました。ここまで来れば、もう1勝して、10勝、40ホームランの大金字塔を、必ず成し遂げてほしいですよね。今回は、以上になります。最後までご覧いただき、ありがとうございました。